アメリカの軍事力評価機関である GFP によると、2023年において世界軍事力ランキングの上位を占めたのは上記の6カ国です。ちなみに日本は8位でしたが、気になる北朝鮮の順位はというと34位にランクインしていました。北朝鮮の軍隊が非常に弱いという話は聞いたことがあるかもしれません。中国、ロシア、日本といった周辺国と比較すれば確かに低い順位ですが、世界的に見ればこのランキングで集計された145カ国中34位というのはむしろ高い方です。果たして本当に北朝鮮軍は弱いのか、実際の兵力について詳しく見ていきましょう。当チャンネルでは主に北朝鮮関連の情報を発信していきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではどうぞ。北朝鮮の総兵力は約128万人で、中国、インド、アメリカに次ぐ世界第4位の規模を誇ります。兵力の内訳を見ると陸軍に大きく偏っており、兵力の3分の2を軍事境界線付近に集中させているようです。アメリカによれば陸海空軍以外に独立した特殊部隊が約20万人存在すると言われており、その全貌は未だに把握されていません。とはいえ主力部隊は総兵力の8割以上を占める陸軍の歩兵であり、部隊内が劣悪な環境であることは別動画でも述べた通り、すでに多くの関係者から報告されています。食糧難で病気にかかる、食料を手に入れるために住民を襲う、困窮して軍の装備を闇市で勝手に売りさばく、昇格を餌に部下の女性兵士を肉体的に支配する、劣悪な環境に嫌気がさして脱走する、こういった惨状には金正恩でさえ人民軍は無法天地だと言い頭を抱えるほどです。兵士は栄養失調による衰弱だけでなく戦闘意欲も著しく欠いており、北朝鮮総人口の約 5% に当たる兵士を全く管理できていないことがわかります。現在の兵士の惨状を見ると有事の際に主戦力として機能する可能性は低く、数の暴力でゴリ押しすることすら難しいでしょう。では北朝鮮はどれほどの通常兵器を保有しているのでしょうか。北朝鮮軍が保有する通常兵器の大半は旧ソ連とロシア、そして中国から供与購入したものです。まず陸上戦力としては240mm多連装ロケットや 170mm 自走砲といった約2万門の火砲を保有し、その大部分が軍事境界線付近に常時設置されていると考えられています。いずれも最大60キロというソウルまで届く射程を持っているものの、大半が冷戦時代のソ連製や中国製の旧式兵器です。北朝鮮は南北関係が悪化するたびにソウルを火の海にすると恫喝してきましたが、もし火砲をソウルに撃ち込んでも実際に届く砲弾は600発程度で、位置を特定した米韓軍に即座に撃墜されてしまいます。また北朝鮮によって砲兵部隊の射撃訓練の写真が公開された際には、砲弾の数が異様に少なく空砲だらけであるとの指摘があり、深刻な物資不足を合成写真でごまかしているというのが専門家の見方です。陸軍では3500両以上の戦車を保有していますが、いずれも現役として活躍しているのが信じられないほどの旧式ばかり。主力戦車はソ連が1960年代に配備した T-62 で、第二次世界大戦でも用いられた T-34、 朝鮮戦争時代のソ連製の T-54、 T-55 などが2010年代以降の軍事パレードで確認されています。博物館に展示されていてもおかしくない骨董品を50年ほど使用し続けてきた北朝鮮ですが、2020年代ともなるとさすがに近代化が進んでいるようです。例えばこれまで軍の指揮官が乗車していたのは防御力ゼロのジープのみでしたが、砲弾の破片から身を守れる軽装甲機動車に乗車した姿が確認されています。戦車や装甲歩兵戦闘車などの新型車両も複数追加されており、冷戦時代のソ連や中国のお下がりのみを愛用していた時代と比較すると着実に進歩しているようです。これらの兵器を導入するのに少なく見積もってもおよそ70億円がかかるとの見方もあり、非合法の外貨稼ぎで得た資金が注ぎ込まれていると見られています。このあたりの事情は別動画で解説していますので、ぜひ合わせてご視聴ください。続いて海軍です。ミサイル高速艇などの小型艦艇が中心の艦艇が約800隻、1990年に中国から供与されたロメオ級潜水艦が約20隻、特殊部隊の潜入用と考えられる小型潜水艦が約50隻、エアクッション揚陸艇の約140隻を保有しています。しかし実際に運用されているものはごく一部で、北朝鮮が独自で製造した約50隻の小型潜水艦が現在まで活動する唯一の潜水艦のようです。
しかしいずれも本格的な海戦に投入できるスペックはなく、平時の沿岸哨戒がせいぜいだと見られています。2021年には北朝鮮メディアによって弾道ミサイル発射用の新型潜水艦の建造が報道されましたが、溶接の荒さや継ぎ目の多さなどから日本アメリカによる探知を逃れるのは難しく、1970年代から1980年代の潜水艦を改造したものだという見方もあります。2023年には潜水艦からのミサイル発射実験にも成功しており、中古の改造品だとしても日本にとっては無視できない脅威です。最後に海軍です。航空戦力としては現在約500機の作戦機を保有していますが、言うまでもなく大半がソ連製と中国製の中古機体となります。1960年頃に運用された機体が全体の約 80% を占め、第3、第4世代に分類される比較的新しい戦闘機は74機ほどしか確認されていませんが、それすら導入から30年以上が経過した中古品です。米韓軍の戦闘機と空中戦を展開できる可能性がある機体は20機未満と言われており、米韓軍と比較して防空能力の差は歴然です。さらに経済難で燃料が足りず飛行訓練ができないという問題もあります。北朝鮮軍のパイロットは10年間で35時間しか飛行しないという脱北軍人の証言もあるほどで、戦闘機の性能だけでなくパイロットの練度も話にならないレベルです。仮に空中戦になればほとんどの戦闘機は容易に撃墜され、制空権を維持できずに平壌をはじめとした主要都市は容赦ない爆撃にさらされるでしょう。北朝鮮もそれは承知しているため、ロシアと中国に近代型戦闘機の導入を持ちかけているそうですが、朝鮮半島の情勢が悪化することなどを懸念して実現していません。北朝鮮軍ではそれに代わる防衛力として兵士が携行して発射できる約6000機の携帯地対空ミサイルや短距離防空ミサイルを搭載した装甲車 SA-13 ストレラなどを導入しています。さらに中国から供与された対空ミサイル S-300 を現在156機ほど導入し、敵機を高確率で撃破できる最大半径300キロの防空圏を複数設定できるようになったため、防空能力が飛躍的に高まりました。結論として戦闘機による防空能力は非常に低いものの、対空ミサイルなどの兵器を導入したことで以前と比較すればかなりの防衛力を得たと言ってよいでしょう。ウクライナ戦争ではロシア軍が化学兵器を使用した可能性が指摘されていますが、詳細は不明ながら北朝鮮も化学兵器を生産できる複数の施設を維持しています。例えばオウム真理教がテロに用いた猛毒のサリン、キム・ジョンナムの暗殺に利用された神経剤の VX、第一次世界大戦でイギリスに18万人以上の犠牲者を出したマスタードなど、2500から5000トン以上を保有しているとの推定もありました。生物兵器として利用されるものとしては、2001年にアメリカでテロ事件に用いられた炭疽菌、非常に強い感染力により世界で猛威を振るった天然痘、中世ヨーロッパで推定5000万人もの命を奪ったペストなどの開発が指摘されています。これらの兵器をミサイルに搭載して撃ち込む可能性もあり、もし実用段階であれば次の戦争で高確率で使用してくると見られています。北朝鮮が通常兵器をはるかに上回る費用を投じているのが核・ミサイル開発です。金正恩はアメリカの北朝鮮敵視政策と核の脅威が取り除かれない限り決して核を放棄しないという宣言のもと、現体制を維持するための抑止力として凄まじいペースで研究と実験を進めています。通常兵器の軍事力においてアメリカや韓国に大きく劣る北朝鮮は、軍隊や国民への投資を犠牲にしてでも核開発に優先して財源を投じているのです。これまでに6回の核実験を行っていることから、技術レベルは相当上がっていると考えられており、特に6回目の核実験は広島と長崎に投下された原爆の8倍の威力であると算出されています。北朝鮮が現在保有する核弾頭数は具体的なデータがなく様々な見解があるものの、韓国国防研究院は2023年時点で80から90の核弾頭を保有していると推定しました。これでも世界の核保有国と比較すれば少ない数値ですが、技術力や資本に乏しい北朝鮮が諸外国の予想を上回る速さで核武装を成し遂げたことは事実であり、今後も積極的に研究を進めていくとなれば国際的な脅威度はさらに高まるでしょう。また弾道ミサイルについては金正恩政権だけで154回の発射実験を行い、700から1000発を保有していると見られています。実験を経て命中精度や射程距離が飛躍的に増していき、火星15と呼ばれるテポドン2派生型はアメリカ本土を射程圏内に捉えるまでになりました。
弾道ミサイルの対応には非常に精度の高い迎撃システムが必要であり、もし日本に発射された場合、撃墜は困難であるとの見方もあります。あくまでもアメリカや韓国への抑止力として政治的に利用するためであり、本当に撃つことはないという意見もありますが、実際に核を保有しており発射できる体制が整っているのであれば、楽観的に捉えずに最大限の対策を講じなければいけません。北朝鮮の通常兵器は近代化を図りつつも、未だにソ連や中国の旧式が多く、その不利を補うように核やミサイル開発に力を注いでいるというのが北朝鮮の軍事状況の総括です。軍隊同士のぶつかり合いでは米韓軍の兵力に大きく水をあけられていますが、北朝鮮が核攻撃に踏み切れば双方が甚大な被害を受けることを考えれば、装備の老朽化や兵士の栄養失調といった一面だけを見て侮ることはできないでしょう。当チャンネルでは今後も北朝鮮関連の情報を解説しますので、動画を気に入っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。